研究の一つの問題は、やっぱりメカニズムがちゃんとわからないと、本当には医療とかなんとかに応用ということから言うと、どうしてもそういう問題が引っかかってきます。で、私はそういう意味ではオトファジーの領域で、いろんな本当に原理的なことで、なんで膜が細胞の中でできてくるのか、どういう過程でできてくるのかということがわからないと、本当の意味での、いい薬剤の開発みたいなのにつながってこないと思っているので、そういう意味ではまだまだ工房で解き明かすことがあるだろうというのが私の基本的なスタンスです。我々の時代はとっても恵まれていたわけではなくて、大学院出て就職ないよっていうのが結構あってですね。でもまあそういうの、まあなんとかなるさっていうことがあったんですけど、この頃皆さん非常に若者が慎重になってるので、なんとかなるさっていう意識がとっても薄いんですよ。で、我々研究者の世界ってある意味では先が必ず保証されてますってこと絶対ないんです。だけどそれでも楽しいからやろうっていう、そういうことがとっても大事で、なんか押し付けにこういろんなことをやってあげましょうっていうのが教育じゃないんじゃないかと私は思ってます。サイエンスはやっぱりあるところはこれやったらできるよっていうことではないので、必ずまあリスキーであるから面白いっていう、そういうなんかセンスがとっても欲しいなと思います。もちろん私いろんなところ書いてるんですけど、いろんなものにチャレンジすると、全ての人がチャレンジに成功するわけではないので、社会としてそういうののバックアップをするようなシステムっていうのがとっても大事で、チャレンジして一回失敗したらそれでおしまい。今若い人たちってそれがとってもあってですね、どこでも失敗を許されないって思って生きないといけなくなってるっていうのが、とっても日本の社会を若者に重苦しくしてると思うんです。だから1回ぐらい失敗しても私は敗者復活って言ってるんですけど、そういうことがサイエンスの世界にも許されて、すごくチャレンジしたけどうまくいかなかった、もう一回ぐらいはチャレンジしていいよっていう、そういうなんかシステムがね、できるってことがが欲しいな。いや、やっぱり研究者っていつもなんかすごいことの発見が毎日あるってことは全然ないんですよ。だから日々はやっぱりとってもああでもないこうでもないっていうことを悩みながらあれするんですけど、一つは そういう、日々のですね、ちっちゃなことが楽しいと思えるっていうことがすごく大事だと思うんです。ですからなんか大発見しようと思って、なんかそういうことになるんではなくて、まあ日々のちっちゃなことが、例えば実験してちょっと工夫したら綺麗な結果が出たっていうようなことに楽しみを見出せるっていうことがとっても大事で、でそういうことなしになんかいつも大穴を当てようというようなんだったら、やっぱりなかなかいいサイエンスができないんじゃないかと私は思って。